はい、お待たせいたしました。それでは対局の準備ができたようです。第9期女流王座第3節4回戦、東杯の開始です。さあ始まりました。本日最終戦です。第3節の4回戦、スタートしました。4回戦ちいちゃから中山千鶴、なんちゃに立花つくし、シャーちゃには靴あきら、ペーちゃに中田かなという並び順になっております。本局中山の親番です。ドラが9万、ドラドラでしたね。お、中山ハイパイドラドラですか。さあペーちゃの中田、ペーチュンと統一、ただ残った形がちょっと厳しいですね。中山もドラドラですが、統一が4組ですか。チリ統一のリアンシャンテン、さあペーアンコにした。メンベレリッチ行くようなイメージの方がいいかもしれないですね。そうですね、手が突出しちゃったりすると、はい、そうですね。中山もうトンも切っていきますね。そうですね、3回戦が終了して立花、95.4 ポイントのプラスと非常に大きなプラスで、どうでしょう、トータルでも立花ですね、トータルでも、もう88ポイントほどですか、もうこれは暫定2位は間違いないですね。あと別宅の安田さん、はい、そうですね、安田マリナが、現状3位ですか、トータル。この辺りが今季の女流王座決勝にこう上ってくるのでしょうか。その辺りやっぱり東さんもチェックしながら見てると思いますが、そうですね、誰が来てもいいようにというか、はい、そういうあんまりやっぱ決めてねかかるものでもないので、はい、こういう球が使い切れるといいんですけど、そうですね、ウーピン切るか、ウーピン切りそうですね。ウーピン切りましたね。なかなかあの形だとドラを使い切るっていうのは難しいですけどね。どっか外してって、6球満みたいな感じ。そうですね、さあこれですこれでもまだ数万もあるので先に入ったからよかった、はい、頭がないですね。立花ちゃんとお探し、その方はペーガン、コチュンガといつ6チッパの3色も見える形、うん、ああなるとあんまり泣きたくなくなって、そうですね、面前でできるだけ行きたいですよね、うん、はつむぎりでしょうか。つむぎりです。はい、そうですね、中山のおっと三蔵入れた立花、いいシャンテンです。さあ中田、あ、ここは目いっぱいに構えていきます。さあ親の中山はまだ西形ヤンシャンテン、こちらは靴はウーマンを引き入れていいシャンテンで、差し子の三色含み。さあ中田ペーが貫通になりました。ここはもう積極的に貫していきます。これ中田らしいですね。なんか1枚外す打ち手も多いと思うんですが、うん、さあこれでマンズが両面ターツになって、イーマン3万と払っていきます。32分結構大きいんですよね。そうですね、A ルールで、はい、いい班上がったりとか70分になったりするような、そうですね、特に中田ペーチャなのでファンパイの暗冠っていうのはもうそれだけでもう満願がかなり見えるかな、うん、立花天牌取りました。1、はい、ドラ1の天牌天3万でチーして、おっとは靴差し子の3色天牌だ。ここはリーチに行きました。久しぶりに先手取れました。そうですね、今ちょっと3、6と切られたところです。はい、ちょっと嫌ですけどね。三蔵が、1、2か
なりもう薄いですか。残り1枚、はい、同層も1枚ですかね。枚ずつじゃないですか、ね、そうですね、うわこれ三蔵でそうですね。じゃあ三蔵で、高め、枠釣り1単葉3色8000点の上がりです。いや中山苦しい、ドラドラじゃなきゃ。そうですね、しかも嘘がハンコになるとい う薄いんですよね。そうですね、スッチの先に引けば関数層にしていったかもしれないですし、必ず三蔵が出てしまうようなパイの着方でしたね。嘘もあのバックが1枚使ってるんでラストハイなんですけど ね、そうですね、さあトンニ局立花の親番、ドラが9万、怖い怖い立花の親番ですがどうでしょうか。こちら3組、さあこちらなんちゃの和靴ですが、ミシャン点かな、2、3、4があんこか、イニシャンテンですが、ここでリアンシャンテン戻し、私もそうすると、ペンちゃんを払っていきます、うん、中山もこうなってきちゃうと、はい、降りたらいいのか行ったらいいのかもね、分からなくなっちゃってると思います、はい、さっそが4枚になってまたイニシャンテン復帰、中田はチュンを統一にして、初チュンペイと統一、チュンから泣いていってもこれは一気にマンズの本一に向かっていきます。さあただこの泣きで中田に必要な初が中山に統一もちもちになってしまいました。さあそして和靴はイーシャンテン、チーソーとルピンのくっつき天杯、中山イーシャンテンでイーピンを切って手広く受けます。まだ白が1枚も見えてない、ね、あそうですね、引いてきてとりあえず取っとくとは思うんですけど、はい、あえお2万から、これはマンズの匂いをちょっと消しておこうということですね、まあ、9は使おうみたいな、はい、ドラの9万は使おうということでしょうか。立花君、白簡単に行きましたね。でも切った時にちょっとあれみたいな。はい、枠2スーピンを引き入れて、サブローピンでリーチ。リーチとライチ。この白は切っていきます。この馬は寒い。さあ中山追っかけリーチ、流派と急走のシャンポン待ち、さあこれどうでしょう、中田統一落としで宝珠ということまであるんでしょうか。あただ先には靴が3品を積もってリーチ積もドライチ1000、2000の積も上がりです。そうですね、いや僕はしないですね、もうちょっと整ってればしますけど、やはり山にくっついてあれ、ね、ま、マンズとか6、7、8、9とかだったらしてもいいし、そうですね、5、6、7で9万ドラだから、必ずしも9万使い切れるわけじゃないですからね、なんか中田がこうらしくないテクニックを使ってきましたね、もっと正面からこうドーンとぶつかるタイプだと思うんですけど、どうでしょうね、だから結構みんなが思ってるイメージと私が彼女に対して思ってるイメージが違うのかもしれない、はい、結構ああいうお利口さんな麻雀を打つイメージはありますからね、はい、ね、トン三曲ワクツの絵盤、ドラが小そう、あのワクツにこう今日の、まあ、対局にあたってどういう、こうイメージとか対策、はい、人読みとか入れるんですか、って言ったら、あの座って打って立てる
ことはある、この人は止めなきゃとか、まあ多分いろいろあるんでしょうけど、先にこう計画は立てないらしいですね。なるほど。なんか女性は日によってなんか、はい、結構バイオリズムで打ち方が変わっちゃうところがあるんで、あのあんまり事前にこの人にはどうしようみたいなのは立てないみたいな、はい、なるほど。いや今中山この手配ですね、ローマンから切ったんですけど、これどうですかね、7、8、9に決めちゃいましたけど、一応天秤かけて、かけた方がいいですよね。確かにドラ表示がローそうで、まあ、7、8、9の方がなりやすいとはいえ、いいシャンテン、はい、中田がいいシャンテン、逆引いちゃうとばっかり。うわ、そうですね、このツモローピンですよね。うわ、これはどうなんだろうな。中山ロー級走松でリーチ、ただこのロー級走急走はもうありません。ロー走も残り1枚、かなり薄い町ですね。5巡目のギャンペンでそんなに少ないんです、ね、はい、しかもドラマタギだからちょっと、そうですね、はい、捨て牌も運送がポツンとあるだけで、ね、運送はかなり、はい、本線に入ってくるでしょう。おお、中田いった、力強いパーソー来ましたね。パーソー打ちづらいですけどね。そうですね、この捨て牌だと捨て牌が上に寄ってますからね。最初手出しがパーマン、カンパーソー待ちもドラが小そうですが、バイオリズム読みもあるのかもしれないですね、今ここはここには勝負とか、はい、うん、そうですね、中山にはぶつけていけるという感覚があったのかもしれません。さあ靴はずっといいシャンテンだったんですけど、テンパイが入らないですね。ここで一旦リアンシャンテンに戻します。中田の様子見てっていうのもあるかもしれない。そうですね、中田がもうブリブリ押してますからね。あ、そう、筋とはいえドラが小さそうですからね。そうですね。あ、これでリーチか、いや、見て、あ、じゃあ小さそうか。単品ドライチ3900の上がり、中田これリーチいかなかったですね。現物が言いそうっていうことでしょうか。現物だっていうよりもどうせしなくても分かってるから、はい、あんまこぼれないみたいな持ちかもしれないですね。まあ、ドラで上がらないと、まあ打点的にも魅力がないですし、さばき手のような感覚だったんでしょうか。あとでちょっと聞いてみたいですね、こういうことは、うんうん、そうですね、後で降りるからっていう感じの雰囲気ではなかったです。そうですよね、もう全部行きそうな感じでしたよね、うん。さあ、トン4曲です、中田が上がって親を迎えました。ドラガリアンソー、ここまで早いですね。そうですね、結構ね、あの一緒に辛い思いしてた和久さんにサクッと上行かれちゃって、はい、こういうのは意外と焦っちゃうってこともありますよね。はい、ワクツはピンズの本一。さあこちらは立ち花、みんなまだドラがない。はい、ドラがダンスです。ワクツはもうピンズの、染め手に一直線と。さあ親番の中田ですが、ここで馬を詰まって何切り、いいシャンテンです。はい、立花ですね。さあ中田パーピング重なって天杯、天杯が取って、ここは闇天、ファーソー待ち。
掃が仮に2枚、はい、結構薄いですね。発想発想が残り1枚、封装がまだ3枚、3枚か。満足さあ、枠と注文を重ねて、あ、これ、橘が白のポンペン取りましたね。ウッパーマン待ち、ウッパーマン対ウッパーソーは靴もいいシャンテン。こういう時、中田どこまで押すんでしょうね。仕掛けに対してはどこまでも今のウッピンはちょっと傷ですね。まあ、多分枠2にどっち切るかっていうのを一瞬考えちゃったんでしょう、ね。まあ、一応5が3枚見えてますからね。この方が切りやすいんじゃないかな。まあそこ持ってるのがローピンポンだ。さあ枠2ローピンポンして、9ピンと2のシャンポン待ちで転敗、3人転敗。いや中山さんこれいかない方がいいな。キューピンはもうないですね。そうです。あ、キューピンが場に2枚ですね。あ、このパーソーをワクツが掴んで、中田ピンフ1500の上がり。さあ中田のレンチャンポン4局1本場です。ドラが9万。さあ、ハイパイ、ハクがドイツ、マンズベッドメン、チュンもドイツですか。あ、チュンもドイツ、ハクが1枚ですね。今日、ヤクハイ多いですね。そうですね。なんか、中田に、ワクツの印象っていうのを聞いてみたら、はい、これもしかしたら意外に感じるかもしれないけど、割とイメージは自分の目指してるのと近いというか、対策はって言ったら、はい、なんで秘密ですって言われてそれは秘密ですよ ね、 そうですね。なかなか言えないですよね。もともと別に言える範囲でいいですよっていう質問だったんですけど、はいはい、おー、白が冴えた。さあ中田第3弦の可能性があります。これ初がまだ枠の手に1枚あるだけで残りは全部山ですね。なんかあんこにしてないですね。そうですね、1個あんこにするともうこれ相当上がれそうですね。麻雀始めた頃こういうの2枚2枚1枚とかで1枚しかないやつポンとか言ったりとか、はい、そういうこともあ、そういう時代もあったんですね。はい、誰も切ってくれなかった、はい、そりゃそうですよね。さあ初1万か、先にあんこにできると大きいですけど、そうですね、立花。さあ中田初から泣いていきます。まだチュンとハクは山に2枚ずつ、これ6球ピン入っちゃうとちょっと寂しいですね。そうですね、小三元のみになっちゃいますから、うん、チーはしないだろうけど、これ積もっちゃった時にここでも外してはいかないかな、さすがに。緊急事態に備えて一応そうですね、取っといちゃって、リーチって言われたらっていう人は取っとくと思う、はい。さあ枠ついさん手になりました。ゴロツの3色含み、枠つ立花あたりだともうシャート入れ替えちゃう可能性が高いです、ね。そうですね、どっちの危ない方から切ろうみたいな、はい、うおー、あんこにしたこれ撤廃取らないんじゃないかな。これはさすがに取らない、取らない。うわ、第3弦。そういうんだ。なるほど。もう第3弦1本ですね。一色にしないで。これでも相当捨て牌が。この捨て方が結構気持ち悪い。怖い。もうこれ第3弦の捨て牌ですよね、これ。うわ、これは相当強烈だ。マンズの方に突っぽくて。3万2万の2面ターツですからね。もうこれはもう三元役がかなりで、イーマン別にそんな一数万すごい悪いってわけじゃないんで。そうですよね。これワクツが
都内で役満上がった時もこういう、そうですね、パーマンってそうですね、はい、かなり怖い捨て牌になってしまいますよね。いやこれどうだ、白はまだ2枚山、これ枠って相当怖がってます。あ、テンパ入った、チピ待ち、うわテンパ入ったぞ、中田中山これはいかないでしょうね。2枚1枚、白が残り1枚、立花リャンウピン待ち、いやこれはリャンウピンスッチーピン、怖い、中田は白とイーマン、うん、まず、うわー詰まった、安めだが、うーん、これもだって積もったらしょうがないっていう、そうですね、私に受けちゃったんですね、うん、いやー中田、小三元チャンタ4000オール、4000は4200オールの積も上がり、白2枚ってか聞きたくない、いやそうですね、あ1枚があの中山の手に来たので、はい、残り1枚だったんですが今も1枚です、そうですね、あれマンズの本一に行っていると、あそこで転廃ですよね、おそらく因数万博で1111、そうですね、いやー中田大三元出るかという曲でしたが、ドキドキした、はい、休めながら4000オールのつも上がり、中田一気にトップ目に立ちました。でもあれですよね、でも2人が追いついちゃった後だから、はい、そうですね、そうした部分もありますね、はい、中田4000オールのつも上がりで、4万7700点のトップ目になりました。トン4局、日本馬ドラガリャンピン、今日中田はかなりの確率で連チャンしてますよね。そうですね、親番の、はい、やっぱりあれですね、あのプラスになる人っていうのは、はい、立花もやっぱりそうじゃないですか、親番の時にそうです、ね、あの親番離さないで、はい、フィーバーすると、フィーバーっていうんですか、フィーバーすると、はい、フィーバーする、はい、そうです、親番でフィーバーですまたちょっと統一パスっぽい、そうですね、やっぱり中田の麻雀見てて面白いですよね、ああやってあの小三元、まあ、あの2万3万と払っていって、大体の人はマンズの本一つけて、そうですね、ハネマンから もし運が良ければ、まあ、大三元と手組みすると思いますが、もう中田も本当に大三元を意識した一打という、非常に面白いですね、見ていて、さあ リーチが入ってます、中田リーチですね、ローソー短期、あ中筋になってるんですね、いやこれは危ない、立花にローソーが1枚、靴にも1枚、ちょっと危ない、あ、くっついた、急走も取ってるだけに、うん、とりあえずでしょう、こういう時にポイント持ってると、はい、あの9の統一落としできるけど、ポイント持ってないと、一杯通して勝負したくなったりとか、そうですね、うちもチートイポッチ、あんこ、ただドラガリアンピンだけに切りづらいローマン切り、ローマン、まあ通ってないですね、来ましたね、普通、さあこれローソー危ないかもローソー危ないかもしれないな、3ピンか、3ピンが厳密、これ3ピン切った方がいいな、いやでも、いやローソーか、枠通がローマンピッて切っちゃったんで、あそうですね、3ピンも切りづらいと、枠通にも中筋のローソーで、立花が宝珠、中田リーチチートイツ4800は5400の上がり、一発ラドラのない AU だと、はい、チートイツって結構大きくて、今のもドラがなくても、ね、4800、そうですね、積もると3200オールですからね、子供だったらピンフでね上がっても免ピンドラで3900、そうですね、だしリーズモチートへの3200オールなんて、はい、それなんかかなり高いです、ね、そうですね、ピンフでドラ1個あって年ピンツモドラ1326、はい、26オールでそれよりも高い、高いっていう、なん
で、あの、まあ、さっき聞いたのでチートイツが好きっていうのもそういうところもあるかもしれないですね。この A ルールだからチートイツ好きって人が多い。さあ中田のレンちゃんが続きます。トン四曲3本はドラがローソー、枠2がドラドラのイーシャンテンですね。こちらドマンドが両面に変化した最終半ちゃん気持ちよく攻めたいですね。そうですね。一般に構えるならスーピン切りですが、単山を見て3万紡げるか。そうですね、3万紡ぎました。手代わり見つつテンパったらリーチと。さあ、ワクチンは9ピン、9ピンは紡ぎで、せっかくあの3色上がったのにあっという間にそうですね、こんなに離されちゃう、はい、なんでだろうって感じがしますね。中田の力の前にアマゾネスもちょっと今日は歯が立たないと。さあ絶好のカンチーソーを入れて中山リーチ2万と9ピンのシャンポン待ち。いやもう阿久津はこれ絶対降りないでしょうね。中田これ9ピンが危ないか。ただここは丁寧に現物に沿っていきます。9ピン手見えないのね。そうですね、ちょっと危険な感じするかもしれない。この2万は数ピンの現物になりましたが、あ、そうですね、現物の数ピンから切っていきます。さあ中田9万何個になって両層切り。はい、それでは対局を終えた、南智子プロに来ていただきました、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日はマイナス 38.2 ポイントと、はい、ちょっとマイナスしちゃいましたね。そうですね、もう反省しかないですね。途中の2連続ラスが結構痛かったですね。そうですね、はい、もうこれが来たから回るって決めたはずなのに、はい、あのなんか自分の手格好が良くなった時に、はい、あ、打っちゃおうかなって思ってしまったことが多かったので、はい、そこをちょっと反省しています。なるほど、はい、ちょっとこれでトータルポイントがいいでしょうか。ちょっと大変です、2節終わった時点でプラス 2.9 なので、マイナス35ポイントぐらい。そうなんですね。ということで、そうするとまだ高級ボーダーにはかかってないかなっていうぐらいですね。そうですね、はい、あの靴が天敗で入れ、はい、立花に立花リーチ行ったんですね。はい、3年級ですか。3000級ですね。はい、3900か4700の上がりと。さあ、難入しました中山の親番です。さあということで南プロ、はい、女流岡決定戦で東プロとこう対戦するという。そうですね、はい、目標からちょっと遠のいてしまいましたが、はい、まあ、あと3回あるんで、はい、どうにか立て直しして反省するところをしっかり反省して、はい、あの次につなげる、つなげたいです。まずはプレーオフですよね。そうですね、まずはプレーオフに残ってからっていうところを、そこに目標がちょっと切り替わっちゃいましたけど、はい、はい、どうですか東さん。やればできる人だと思います。はい、はい、あの、あんまり褒めても何も出ません。はい、はい、それではまた次節以降頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、今4曲は立花の上がりで、ようやく中田の親が落ちましたね。長かったですね。はい、いいですよね、落ちるときは横で。そうですね、はい、ボイドで。さあ、そして次に、竹石エリプロに来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様でした。竹石プロは、本日、マイナス 16.1 ポイントと、はい、前回、A リーグで初めてプラスだったんですけれども、今回ちょっとマイナスしちゃいましたね、はい、今日の内容はどうでしたか。いや、ちょっといつもより押してみようかなと思って、はい、筋で高いのを
何回も補充して。はい。ちょっと行き過ぎ。行き過ぎですか。はい、竹内さん、でも今日はなんか全体的にマイナスもちっちゃくプラスもちっちゃくみたいな感じでしたね。誰が強かったですか。やっぱ安田さんか。そうですね。安田さんが強かったと。強かったです。はい。C2 リーグの3人です。あ、はい。C2 トリオです。はい。リーグ戦も、リーグ戦はどうですか。プロリーグの方は竹内さん。リーグ戦は、まあ、真ん中ぐらいですか。真ん中ぐらい。はい。はい。手を振ってと。はい。すみません、はい、聞いてましたよちゃんと、はいね、真ん中くらい、どのくらいですか。僕ですか、はい、僕も真ん中ぐらいです。あ、私じゃあ一番お姉さんかも、はい、ちょっと浮いてるんで、はい、あ、ちょっと浮いてる浮いてるんで。さあ、中山タクを積もって、積もちといつ1600オールの積も上がり頑張って。はい、ということで竹内さんが、ちょっとポイントマイナス40ポイントぐらいですか。と高級ラインにかかってきそうですけれども、解説以降巻き返し期待してますので、はい、頑張ってください。はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ今、中山チートイツを積もったんですけれども、白炭機、ビーチに行く選択もあったと思うんですが、闇天で積もってレンチャンですね。もう怖いと思います。多分リーチを打つのも、上がりに行くのも怖いんじゃないかな。さあ、ただあ、かなりの後輩回。あ、いいですね。はい、単品で、ドラム1枚ある形です。結構まあ、中山さんも昇級組で今回 A リーグなんですけど、はい、A と B はやっぱ結構違うっていうのを聞くんで。兄さんも行きましたね。降りてくれないってみんな言いますね。そうなんですね。はい、対局を終えた二階堂ルミプロに来ていただきました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。今日プラス 1.0 ポイントとまとめましたね。今日はですね、あれ、このまま喋って大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今日はですね、すごく苦しい戦いでした。そうなんですか。すごく苦しかったです。3回戦目、奇跡的に一人のトップ取れたんですけど、はい、それ以来は本当にもう苦しくて苦しくて。1回戦目ラススタートということで、最終戦もちょっとうっかりしちゃったんですけど、最終戦もちょっとラスでポイント減らしてしまったんですけど、最終戦はもったいなかったです。まあ、ただその結構苦しい中プラスにで終えれたっていうのは結構大きいんじゃないですか。そうですね、もう100ぐらい浮いたような気持ちですね。ルミさんが2節終わった時点で、プラス 18.2 ポイントということで、はい、トータルがプラス 19.2 ポイント、はい、まだ、全然プレーオフのボーダーの中には、いますね。はい、前節もなんか結構辛い中、はい、超厳しかったですね。そうですね。一節目もそんなに良かったわけじゃないんで、良、かった中こんだけ抜けたんで、まあなんとかなるかなと思ったんですけど、いや厳しいですね今節も。前節も厳しかったですけど。この2節目の 0.8 はこれもうプラス30、40ぐらいの、ね、価値があるなと思って私は見てました。本当にそうですね、まあ、それでもまあ厳しいですね今節は。本当にどうなるのかしら4節目が怖いわ。あと残り3節ということで、はい、もちろんプロクイーンに続いての2冠を狙ってると思いますけど。そうですね、とりあえずはまあプレーオフ進出を目標にしますね。はい、厳しいんで、はい、プレーオフに進出して、はい、そこからなんとか決勝の椅子をと。そうですね、3着ぐらいで滑り込む感じのイメージですか。はい、そうですね、はい、はい、立花が上がりましたね。白ドラテンパネ3200点。今日こちら立花が今3回戦終わってプラス 95.4 ポイント、あら、はい、大爆発してますので、はい、枠津さんがかなり調子悪いんですよね。あ、なんか寝らすっていうのは。そうなんです、はい、世代交代かしらあんな可愛い顔して。じゃあ二階堂にプロまた来節も、はい、期待してますね。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ今中山が今先輩してたところにシャンポンに受け替えて、はい、で役入ったんで、はい、闇天で、はい、はい、
してたんで、岡山がかなりの手配だったと思うんですが、上がれずと続くんですよね、こういうのってね、はい、順番子じゃないんですよね。はい、さあ来ました。さあ来ました。すごい顔して登場してますけど、マリナはよってマリナカモン、お邪魔します。はい、安田マリナプロです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日プラス 52.3 ポイントと、はい、バカ好きですか。アンテナ先駆けです。先駆けは聞いてない。あ、書いてたんで、はい、ごめんなさい。トータルがプラス95ポイントぐらい9ですね。95弱。はい、ということで暫定で3位ぐらいですか。ですかね、うん、そうですね。いつもそのぐらいのところにいるイメージですよね。こう、なんていうのかな、高級争いとかしたことないの。1回ぐらいあると思います。いつもそのプレーラインのところにはもうずっといるみたいな、ついてるんですかね。安定してますからね。安定の酒焼けと一緒でね、安定の酒焼け、安定のプレーオフ。安定のプレーオフ。僕10段戦で安田さんと当たったんですけど、めちゃめちゃ強くて、10段戦に勝ち上がってますよ。いや、あの4段戦で当たったんですよ、うん、4段戦で当たって、でもう安田さんが ものすごい強くて、もうダントツの1位で通過したんですけど、これはちょっと今年安田来るなと、これ10段戦来るなと思ったら4段戦 S でめちゃめちゃ負けてあっさり負けました。すいませんね、なんかあんなに強かったのに、もう次すぐ負けてるみたいな。そう、その時に伊藤優子先生がちょろっと見に来てて、こうやマリナの麻雀でこんなに行くなんてありえないだろうなんて言ってたんですけど、めっちゃ言ってましたね。めっちゃ強かったんですよ、なんかいつもと違って、どんな手でもなんかリーチ来てバンバン上がって勝ってたから、これはちょっと10段取っちゃうんじゃないかと思ったんですけど思った瞬間全然あっさり負けてました。あっさり負けてました、はい、今日なんかめっちゃ受ける人いるんですか。今日こっちが、立花さんが今プラス 95.4 ポイントやば、うん、ということで、ここからなんで多分今現状安田さんよりちょっと下ですね。95.4 すごいですね。3回で 95.4、そう、100万とか出てない。そう、出てない。すごいことになってますね。そう、和久津さんがこんだけ沈むのはちょっと難しいかも。あ、ただここで中山が、リーチヤンパーマン持ち。リーチ。はい。やっと形になってきましたね。中山ですね。安田さん、あれですか、はい、女流モンド今度。出られるみたいですけれども、はい、はい、なんかこういうとこを見てほしいっていうのが、はい、すごい可愛い感じで行こうと思ったんですよ、はい、女の子らしく、はい、ちょっと失敗しましたどういうことですか。いや、なんか可愛いなんかワンピースとか、はい、そっち系で行ったんですか。まさかそっち系で行こうと思って持ってったんですけど、はいはい、まあ安定の拒否を食らって似合わない NG が出たわけですね。似合わないみたいな、はい、じゃあいつも通りの格好で、すげえ自分の中ですごい可愛い女の子らしさをアピールできませんでしたできませんでしたか。できませんでした。はい、じゃあそちらできなかった、安田さんも、ぜひ期待していただきたいと思います。あ、でも今日女の子らしい。今日は全然いつもと同じ感じじゃないですか。今日の服装スカートだよ。今日スカートだお。本当だ、珍しいですね。スカートだお、はい、そこは見えてないんで。あ、見えてない、はい、どうでもいい、はい、どうでもいいですはい、すいませんでした。あまり振らないでください。さあ、しゃべりかけるのと女流モンドは多分来月ぐらいから、今王座が放送されてるので、来月ぐらいからかな、放送は女流モンドのなりますので、そちらもぜひ皆さん見てくださいね。よろしくお願いします、はい、ということで、安田マリナプロでした。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お邪魔しました。はい。さあ、どうでしょうか。何2曲、ドラがいいピンです。中田が仕掛けています。トイトイのテンポ。あ、ここでリャンマンを掴んで、中山に宝珠リーチダンオフニクで3900の上がりです。シャートイトイ。シャートイトイですね。さあ、何3曲になります。角親番
けば一人行きですね。そうですね、中田一人行きのトップ目です。立花が手牌に素直に打ってるのに対して、中田はこうポイントポイントでっていう、はい、そうですね、なんか2人とも調子はいいんですけど、すごく対照的で、はい、ね、で村瀬さんは中田さんの手段の、はい、それがすごくいいな。そうですね、今日はすごいいいと思います、中田さん。結局ここまでも、そうですね、沈んじゃいましたからね。ところで東さん、十段戦は女流王家のシードということで、6-7段戦ということは今週の土曜日、土曜日の、後半戦ということで、今週土曜日が5段戦が行われて、午後から6、7段戦が行われるんですよね、はい。女流王家とプロクイーンは6、7段戦のシードということで、はい、そこからルミさんと東さんが出場するということで、結構いいところから出れるんでチャンスですよね。そうですね、はい、なんかせっかくなんで、今までってやっぱり予選からこうやってきていたので、はい、そのいきなりそういういいとこからっていうのどうなんだろう、王家もそうだし、はい、あったんですけど、せっかくなんでね、はい、それを利用して、そうですね、はい、チャンスなので、はい、いいとこまで頑張ってほしいと思います。はい、さあこちらシャーチャの中山、シャーと白が統一、マンズの統一見ていきたいですね、はい、いいシャンテンですね、はい、枠通ですね、いいシャンテン、ドラが9万でドラドラ、あ、そうですね、はい、はい。さあ、立花3万を入れて悩んでいるか、ここは数層切り、いいシャンテンです。頭がないわね。そうですね、これ枠点数的にも親番なのもあって、何入ってもドラキルリーチになっても、リーチといきそうですかね。まあパーマンがちょっと薄いので、パーマンが入る可能性はちょっとあまりなさそうかな。1枚か残り。お、中田が純ちゃん3色ドラ1のいいシャンテン。中田泣いてもマンガンあるだけに泣いていきそうですよね。あ、ドランコになった。ワクツ絶好のテンパイ、ウッパーピン待ち。中田どうですかね、これ押しますかね。あ、そうですね、はい。あ、立花テンパイ取った。ウッパーマン待ちだ。さあ数万が切れたので数万。立花これどこまで行くのか。枠津の待ちはウッパーピン、立花はウッパーマン。ウッパーマンかなり薄い。うわ、テンパイ入った。中田ペンチーソーだ。いや、3人テンパイ。チーソーはただかなり薄いな。残り1枚、チーソーが残り1枚。変えないですね、これ。変えない。中田、中田はペンチーソー、立花がウッパーマン、ワックスがウッパーピン。ワックスのウッパーピンが一番、うわ、チーソー掴んだ。うわー、中田の上がり、ラスハイ力強く上がって、純ちゃん3色ドラ1、1万2000点の大きな上がり。いや、決めましたね、中田。ただでは終わらなかったですね。そうですね。いや、見事な手作り。立花から1万2000点の直撃です。枠津もかなりの勝負手でしたからね。立花、の、まあ、あのテンパイ取りがどうだったのかっていうのがありますよね。あの地位で、中田にテンパイが入ってという局面でした。ただ今日はずっとやってますからね。そうですね、一貫してやってますね、はい。さあ、オーラス中田の番、ドラガローマン中田、また後輩パイでしたね。でもこれ中山耐えて今やっと3着目に。あ、そうですね。さあ、中田はいいし、いいシャンテンですね。いいシャンテン取らす。2着のチャンスまでは出てきましたね、はい。もうどうしようも
何もできないところから。そうですね、中山しかもドラドラのハイパイなので、しかし中田がいいシャンテン。ここでそうですね、怖いですね。さあ中田テンパイ入るか。これ親のピンクのみリーチいきますか。中田ですか、うん、中田あドラが1枚あるのでいきそうじゃないですかね。あの一発裏のないルールでも、はい、親番だとリーチピンフをあの積もって1300ホールだと、ね、行く打つっていう時も、はい、ありますね。ドラが1枚あるとよりね行きやすいですよね。理由になります、はい。さあ中田これで、サブロマンドラ受けを残して急走切り、これピンフがつかなくなっちゃうパターン。そうですね、ただサブローマン待ちながら、そうですね、ローマン積もって3球オルナだけにリーチに行きやすいか、ただロー球ピン、ロー球ピンの方にするかもしれないですね。これサブローマンにそうだな、さすがに。あ、しない、ロー球ピンにした。ロー球ピンがバタバタっと切られた後なんですよね、うん、あのなんか今日のやっぱ見てると番に安い待ちを最終的な、はい、あの町杯に持ってくるみたいな意識は強い気がします ね、はい、そうですね。他 の、 あの皆さんに比べて、はい、私とかの感覚よりもさっきの大三元の時なんかもそうですけど、6球ピンをフィニッシュにするイメージだったと思うんです、はい、あの時も。そうですね、今のもそうなんだよね。どっちにしろいい牌つくんだったら、はい、みんなが使いづらい、はい、と。さあこのリーチにはちょっと誰もいけないか。靴もベタ折りしたくはないんですけど、はい、まあ、親がもう一回やってくれるんだったらみたいな、そういうことですね。中抜きではなく筋から、はい、簡単にベタ割りはしないと。さあ中山パーピンは押していきます。ドラドラの中山、いいシャンテンですね。三色立ちはここは我慢してほしい。ロー球ピンが1枚ずつ浮いてしまっていますが、でも今ロソー、そうですね、はい、6とか9切ってもおかしくなかったんで。そうですよね。さあこのローキューピンはもうかなり薄いですね。バニー2枚、立花に1枚、 中山に1枚、これ2枚ですか、1枚ずつですね、ローピンキューピンが。でも積もるか1人転売か。そうですね、連チャンはしそうですが、中山が追いつけるか。ダブナンのポンテンが入る形ですが、切れるか、うん、これローソーがもう2枚見えてしまっていますからね。いいですね、こう連チャンすればするほどみんな条件きつくなってきますからね。そうですね、まだ中田の上がり牌は山にあります。まだありますね、はい、あと1回ずつ。さあワンパイですね。さあ最後のツモにいるかいない、中山のツモが敗定です。中田の一人転敗で究極、
歌の連チャンです。9、4曲オーラス一本場ドラが初こうもなんか毎回大トップみたいな。そうですね、やっぱりあの女流王家って、まあ、長期リーグ戦なことと、はい、あと3位に入るっていうのが目標っていう、はい、ちょっと特殊な、あのリーグ戦なので、はい、でしかも4人しかいないリーグ戦じゃなくて、はい、他の卓もあって別の説もあってっていうんで、あんまりやっぱ喧嘩しなくなっちゃうところは、あ、無難に無難にと、うん、今みたいにもうどん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 上がりに来る人を、はい、あの止めないみたいな、だ先行逃げ切りが結構有利なところがあって、はい、そうですね、で最近逆にそういうのがこうやっぱりみんなでこうそういう意識を持って、うん、あの3人でここは潰しに行こうみたいなのが、はい、やっぱりまだまだその別に私もそうなんですけど、はい、あのそういうその時その時のテーマっていうのを、うん、あれだとやっぱりこういうふうに差が、ね、開いてしまう、大きなトップを取られてしまうと、うん、立花がドラドラです。この拍は中山がポン、中山はもうここは終わらせようと、終わらせられる人は終わらせ、はい、1人2人も戦えないんですよね。そうですね、こういうところが来ちゃうと、さあ立花イーシャンテンです。あれを鳴くまではできると思うんですけど、あれにやっぱり打つ人がいないんですよね。はい、向かっていく人がいないって言いますか、刺す、まあ刺すっていうのに抵抗ある方も多いと思うんですけど、そうするとこの泣いた人とついてる人の一騎打ちに、はい、こうなっちゃうんですね。さあ、はい、立花が、ウッパーソーでリーチ、リーチドラドラです。これまた積もったら3900オールって言われちゃう、ね、うん、あ、2003系ですね、立花の子供ですね、子供ですね、はい、2003系ですね。さあ、ウッパーソー待ち、中田はまだちょっと苦しい形、チューンを取り落としていきます。中山も迎えづらいか、ただいきますね、集まりました。立花リーチツモドラドラ、23900は2104000のツモ上がりで、4回戦が終了です。着に上がりましたか今。そうですね、は変わってないですね、枠通は変わせないですね。さあ、というわけで4回戦は、中田の一人行きのトップ、そして、2着に枠通、3着に立花、ラスに中山と、以上のような結果になっております。さあ、どうします、とりあえず2人で話すか。そうですね、はい、多分お呼びしたりする。そうですね、この後ちょっと、選手を呼んでお話聞いていきたいと思います。はい、はい、なので選手も今集計してますので少々お待ちください。ね、視聴者の皆さん、お疲れ様です。この後多分感想戦がございますので、もうしばらくお付き合いいただけたらと思います。はい、どうでした、ご覧になって。いや、どうでした逆に。私が先に聞いたんです。はい、すみません。やっぱ中田の安定感が目立った半チャン4回だったかなと。うん、はい。そうですね、もう結構もう途中からもずっと、そうですね、中田推し面っていうんですか。はい、中田さん推し面です。今時の言葉で推し面だったみたいで。あと立花が強いなと。自分はどっちに近い感じですか、ご自分の麻雀は。いや、僕はですね、いや、中田さんが上手すぎて中田さんに近いっていうと結構反感が合いそうなんで、どちらでもないっていうことにしておきます。
どっちでもない、はい、どっちもないということにさせてください。なんか突っ込みにくいですね。はい、すいません。あのコメントで突っ込んでいただけたら、はい、いいと思います。反応してください。イチャイチャしてません。イチャイチャしてません、はい。永田さんは女流で、かなり強い方だと思います。はい。はい、ね、あの新人王から始まって、ね、そうですね、新人王に新人王戦、あの入会した年から3年間出れる権利がありまして、はい、2年目で取ったかな。そうですね、2年目ですね、確か、はい、2年目で、新人王を獲得して、そこから一躍トントントンと、そうなんですよ、結構ね、あの女流王家とプロクイーンの決勝に先に残って、そうですね、決勝はプロクイーンと、あと王位戦と、うんうん、まだ多分チャンピオンズリーグとかも決勝乗ってた気がするけどな。あ、そうですね、ね、チャンピオンズ王位戦もありましたね。そうなんですよ、うん、はい、トータルトップは、まあ、おそらく魚谷じゃないかなと、まあ、思います。まだ多分魚谷の卓が終わってないと思うんですけど、こっちの方が早かったですね。そうですね、おそらくこちらの卓の方が早く終わっています。1回戦目だけ長かったけど、あと早かったですね。そうですね、あとはトントントンと、はい、別宅が終わってるみたいですかね。魚谷プロが、ちょっと来ていただけるとのことです。はい、さあ終わってるみたいですね。おそらくは、トータルトップが魚谷、2着が安田、3着が中田、4着が、橘というような並びではないかなと、うん、最後の半ちゃんどうだったんですかね。そうですね、まだちょっと結果が、はい、分からないですけれども、大谷プロが来たら聞いてみたいと思います。薬満は出てないんじゃないですか。薬満出ると途中で、そうです、途中で、はい、速報が入ってくるので、薬満上がりたいな。薬満は上がりたいですね。瞑想しようかな、私も。瞑想するといいことあるんですかね。あ、大谷プロ、はい、それでは対局を終えた大谷プロに来ていただきました。お疲れ様です。今日いくつ勝ったんですか。83点。83、100には届かずと。そうです、ちょっと少ないですか。いやいや、もう良かったです。最初ラスで、うん、そうですね、最初ラス、次いつも最初ラスで、はい、3連勝、トップトップトップです。3連勝、さすがですね。あ、違う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 、トップトップ2着。あ、トップトップ2着。1回8万点のトップなので、はい、そうか、8万点のトップって、それは特に役満上がったわけではなく、なく、なんか1500とかいっぱい上がりました。あ、それすごいですね。親でなんかすごい積んで、はい、ちょっと終わる時間遅くなっちゃったんですけど、はい、これはもう今期の女流王家の決勝の2人とやめてください、会わないでください、はい、いや、とりあえずでも頑張ります。はい、もっとは3節終えてトータルが 174.6 と、はい、いうことで、もうこれはちょっと決勝硬いかなと、多分我々は思ってると思いますけれども。去年のもう最終、あの5節全部足したぐらいでそのくらいがもう1位とか2位とかなんで。そうですよね、多分。そうですね、でも、まあ、今年6節プラスプレーオフなんで、まあ、まだ全然わかんないかなと思うんですけど。はい、はい、っていうかすごくないですか、前回の女流王家から100勝って100勝って83.6 ですよ。なんかこう瞑想してるとやっぱ手配は良くなるんですか。それなんか、はい、それなんか言ったって聞いたんですけど、はい、いや、あの、いや、リーグ戦の時は瞑想してないです。あ、女流王家だけと。女流王家と、まあ、最近なんかちょっとたるんでる人、半チャン目がいつもたるんでるんで、はい、ちょっと気持ち集中させるために瞑想しようかなと思ってるんですけ ど、それをちょっと安田に、うん、あの安田プロに邪魔されてめちゃめちゃ怒ってたっていう。怒ってない、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 何やってんの、やり直しだよって言って、やり直してたよっていう話です。その2人が、今日の、勝ち頭と。安田さんも、安田さんも、今日勝ち頭プラス50ポイントぐらいですかね。なるほど。配信卓では橘、あ、なんか声いっぱい聞こえました、はい、とても強かった。安田、橘、中田の、
はい、2人トップと、2人トップというか2人浮きと、うん、なっています。はい、じゃあ大谷さん、はい、まあこれでトータルダントツの首位ですけれども、はい、来節以降、まあ、気を抜かないということで、はい、はい、また安定した戦いぶり期待しておりますので、はい、はい、頑張ってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、というわけでトータル首位の大谷プロに来ていただきました。強いですね。はい、この後、選手誰が来るのかな。配信宅からどなたかいらっしゃいますかね。おそらく中田さんと立花さんあたりが来そうな感じはしますが、どうでしょうか。あ、はい、はい、和久津さんが来ました。はい、はい、それでは、はい、はい、ワクツプロに来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日結構息切れしちゃった。苦しかったですか。そうですね、なんかいまいちの手っていうか安い手の時に結構ちょっと遅れた感があって、遅れたっていうか最速でテンパイ取ってないのはまああるんですけど、はい、なんかもう少し安くてもいいから早い上がりをもう少し入れた方が良かったかなと思ったんですけど、なかなか自分のペースにならないというか、最終戦も序盤単葉三色上がって、ね、これは来たかなと思ったけど終わってみれば沈みというと、まあ、あれはなんか自分的にうまくいった感じなんですけど、その後のサブローピンの千里線を追いかけ率受けたんですけど、うん、積もったんで、はい、まあ、もしかしたらかなと思ったんですけど、あれですね、かなさんが完全に私の親番マークで、うん、で結構まあそれはちょっときつかったかなというのと、はい、まあ、それは感じたんですけど、うん、まあ、あれですかね、私もこなんていうんですか、新人側じゃなくなったんですかね。結構難しい手が来るようになりました、ね。はい。どういうことですか。え、新人側だと簡単な手が来るってことですか。ていうか上手になると難しい手が来るようになりません。うん、気のせいですか。あ、なんか足下手っぴだったんで、結構割と素直にハイが寄ってたんですけど、はい、まあ、結構今日かなり難しかったんで、うん、もう難しい手が来るようになったかなみたいなのと、うん、まあ、ちょっとあれですかね。見すぎましたかね。もうちょっと目つぶって打ってもよかったかもしれないですね。ちょっと見すぎましたみたいなところはあります。先生の闇天敗も多かったですね。そう、スチーピンとかですか。タイヤをついたカンチーマンの時もそうだし、役なしの天敗も最初の初シャンポンで上がって結局シャンポンに受け替えてリーチして上がったのも最初。あの缶スーピンリーチする人いるんですか。Aルールですよね。缶スーピン、え、パツシャンポンのって 3ピン重ねてパーピン切ってリーチ打ったやつですよね。そうですね、ハツと3ピンのやつですよね。そうですよね、うん、あれシャンポンになった瞬間即リーチしてると思うんですけど、あれ缶スーピンのまんまリーチして、え、1300なんか意味あるんですか。わかんないですけど、すいません。あと一手代わりでピンフになったやつとかも、一手代わりピンフ、あー、スチーピン、あれでもリーチいきそうですけどね、今まで。あれスチーピンって全然良くなかったじゃないですか。うん、罰金的にはあんまり、別にリーチして積もれる感じでもなかったんですけど、うん、あとあれ3ピンすごく良かったのと、うん、3万のドラの入れ替わりが、そうですね、ドラの入れ替えがあったんで、あるのと、まあ割と親のトーンが高かったんで、うん、まあ少しおとなしくして、まあ様子見て、うん、まあダムで別に全然積もれないほど薄い町ってほどでもなかったし、まだまだ積もったら積もろうかなみたいな。あれでも良かったですよね、闇手に構えて3ピン引いて役割になっても、なって、そう、いい上がりと、そうですね。あと中山さんがリーチ、私のあの頓髪のリーチに入り目のサブロワンを押した、私振り手のヤウパーピンで、メンタルピンチも入っているの、リーチ打ったやつの、あの読み筋にサブロワンがあるはずなんですけど、あの親番維持で3万打ってきたんで、ってことは、まあ割と濃い牌も押してくるだろうなと思って、まあその場合に自分ドラなしでスッチーピンじゃ戦えないと思ったんで、ダマにしました。はい、なるほど、その全局からの流れでっていうのもあるんですね。そうですね、中山さんが親の時は結構無理な牌突っ張ってたんで、
あんまり無理し、今安いってあんまり無理しない方がいいかなみたいな、それでスッチピンだとちょっと勝ち目がないかなっていう考えですか。です、ね、さあ今トータルの成績が出てますが、はい、やばそうですね、和久津さん、今日マイナス 71.7 ということで、はい、現状18位と高級ラインに入ってきてしまいましたけども、はい、和久津が高級するのは考えられないと思ってる方が多いと思いますが、ちょっとピンチですね。ありますよ、全然ありますよ、全然ありますけど、多分女流王家で70沈んだのが初めてじゃないのかな。まあ、まあ大体決勝乗ってますからね。いや、そんなことないですけど、そんなことないですけど、70っていう沈み自体が多分、まあ、うん、そう、うん、かなって。まあ和久津さんの場合、はい、ここから決定戦に残ってくることもまだ 57.4 ですからね、あと3節あって、うん、プラスプレーオフですから、はい、なんか高級しないような打ち方とかいうのはちょっとやってないんで。そうですよね、はい、ここからでも、はい、プレーオフ目指してちょっと頑張りたいですが、はい、じゃあとりあえず次節でマイナスをゼロに戻してぐらいの感じで期待していいですか。そんなに、はい、ちょっと頑張ります。はい、じゃあ次節和久津さんはプラス 57.4 ポイントを目標に頑張ってくれると。はい、いいの、そういうの、はい、次節はですね、はい、和久津さんの次節は7月に放送があるのかな、おそらく7月に、放送は和久津さんと、清水香織プロ、山下忍プロ、南智子プロという清水さんとのぶつかり合いが期待されますが、7月14日だったと思います。7月14日かな、はい、はいはい、じゃあそれではプラスをぜひ期待してますので頑張ってください、はい、いや、やめてよ、つかけないで、はい、まあ、リーグ戦の方もまだそうですね、リーグ戦の方もちょっと今マイナス出るんですけど、うん、ね、まあ、ちょっとスタイルチェンジ中なんで、はい、まあ、少しはどっちも沈むかなと思ったんですけど、はい、じゃあに、まあ、今はちょっとじゃあ潜伏期間ということで、はい、はい、なんですか、それがちょっといつかこうドーンと、ね、来る日があったらいいな、はい、はい、じゃあまた、爆発を期待してますんで、はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。さあ、この後来るんでしょうか、誰かが来るんでしょうか。みんなの話聞けたら聞きたいですけど ね、 そうですね、ダブルです、はい、はい、来ました、じゃあちょっとそちらに詰めていただいてもいいですか。センターに行ってもらいましょうか、ちょっと待って、こうしてせっかくなので、こうでいいですかね。はい、それでは中田かなプロと立花つくしプロに来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。今日2人とも強かったですね。どっちの方が勝った？成績をもう一回言ってみますか。つくしさんが85ぐらいで、立花さんがプラス84ぐらいです。出るかな。は、出ましたね。立花プロが、プラス 84.8 ポイント、中田プロがプラス 63.6 ポイントと。ということで、中田プロが暫定2位、立花プロが暫定4位と大きく順位上げてきましたね、はい、いやー、でも私麻雀内容的にはもう結構ひどいことやってたんで、はい、もうちょっとあんまり何も言えないんですけど、何も言えない、立花プロのね、今日の、麻雀は、今週の金曜日かな、金曜日に、立花つくしの2台の道という番組がありますので、そちらの方で魚谷プロに、はい、ご指導いただきます、はい、こういうとこが良かった悪かったっていうのを見ていただきたいと思いますので、はい、皆さんそちらもぜひ見てください。よろしくお願いします。金曜日の、はい、ところで中田さん麻雀結構変わりました、はい、そうですね、変えてる途中もう2年ぐらいさまってるんで、はい、めっちゃ上手いですね。いや、上手くないです、フラフラしてるめっちゃバランス取れてますね。今日激褒めでしたよ。いや、ありがとうございます。いや、すごいなと思う。徐々に固まってきたなっていうのが最近あって、今年になって、でもやっぱり悪く言うと一貫性がないというか、ふらついてるんで。結構守備寄りにシフトチェンジしたってことですか、この2年間。まあ、やっぱ選択を増やそうかなって、できることの。やっぱりこうって決めたら、こうってやるのかっこいいんですけど、やっぱ蓋をしちゃうともったいないなっていうのがあるんで、常にリーチをしなかったら降りれる選択もあるし、はい、そうですね、やっぱ変化しないっていうのが少ないんで。今日あの第3弦の小三月持った曲あるじゃないですか、はい、あれの手組み も、 びっくりし
あれはでもかっこよかったですよね。もうまさに第三弦狙いというか、第三弦は狙わなきゃいけないハイパイだったんで、はい、そうですね、染めちゃいけないなっていうのが、イーマンチーはあったかなと思うんですけど、イーマンチーしてチーピン、はい、チーピンパーピン、はい、でも6級ピンの両面払うって相当やっぱり、まあ、ただあれ 3万両面、イースーマンの両面払ったのも相当強烈なんで、あれはもう、そうですね、もう第三弦かなって。でもイーマンちょっと腰っぽくしちゃったんでっていう考え方もあるかなっていう。ただあれ、まあ、結構不満そうでしたけどね、今の時そう、4000オールなんでね、まあ、4000オールでかいですけど ね、そうですね。ただあれ白がまだ2枚山にいてすぐ、まあ、中山さんに1枚行って、今積もった時はまだ1枚、そうなんです、いそうなのは分かってるんで、だから嫌だったですね。ただただ白もちもちだなっていうのを感じてたら全然喜んで上がるんですけど、持ってそうな人がいなかったんで。でもあれ直前にもう千鶴ちゃん以外みんなテンパイになって、そうそう、若手さんがもう早いかわしてるの分かったんで、私に絞ってないんで。村井さん顔切れてる、はい、僕も顔切れてる、ちょっと、そう、枠さんが早そうだなと思ったんで、うん、そうですね、枠さん、そう、立花さんもテンパイが入ってて、そうね、うん、姉にはね、そう、ヒーハイヒーこれ白積もられてたらやって、ね、白を掴んだら、あれ どうだったかな、どっちかが打ってもおかしい、枠さんが結構、どんな手だったっけな、あ、枠さんがスッチーピンのピンフ、スッチーピンと、リャンソーですか、立花さんがどんな手だったっけな、中山さんはちょっと一歩引いてたんですけどね、中山さんだけ、うん、降りてるような状況だった。立花さんどんな手だったか覚えてます？どんな手だったっけ、でもそんなに高くはなかったんですけどただでも白持ってきて降りてるかって言われたら多分降りてないかって、あ、じゃあもしかしたら補充しちゃったかもしれないという、はい、そうですね、はい、まあ、捕まないですよ今日は使わない。使わないんで。今日は使わない。あれは積もすのが上がりたかったですね。そうですね。あれ、残り1枚だったかな。武装が1枚。3万がなかったんですけど、あれも、まあ、手順的に個数アンコをもう相当意識したローマンから外したっていう。ちょうど枠さんが8万のドラを切ってくれたんで、そこのターズ外しやすくなったっていうのがあったんで。ローマン、パーマン、トーン、どれ切るみたいな、うん、パーマンとかね、だからそういうのも人が切った打牌によって決めてるんで、うん、今日自然に出てったのあったよね、合わせてそのままスムーズにとか、うん、そうだから自分の意思がやっぱ逆に弱くなってるんですけど、うん、まあこれが出たからこうしようっていうふうにその場で決めてるんで、うん、いやでもなんか相当バランス取れてて、で決めるときは結構、まあ、スーアンコにしろ第三元にしろ手役を追って、あ、そうですね、ペンチーソンもすごかったですね。でもあれもやめ時を探してましたね、あんなね、降りたくない手ですけど、あそこで打ったら台無しじゃないですか。そうですね、目に見えてチーソーも薄いかったっていうのもあるんですけど、そうす、もうあと1個押せるかなくらいですね。バックさんがあれドラのこのリーチだったんですよ。そうですよね、そう、ドラの否定もないし、そうなんですよね、だけど見事1万2000点上がって、スレスレでしたね、はい、いや非常に今日はなんか勉強になりましたね。中田さんがこういう僕の知ってる中田さんとは結構違う麻雀だ、ね、攻撃型ではないですよね。そうですね、いやすごいいいバランスが取れてて、ちょっとこれ今日は、まあ、枠さんがちょっと状態悪かったんで、まあだいぶ楽は楽でしたね、はい、ということでお二人もこれでプレーオフ圏内で、まあ、決勝もかなり狙える位置にいると思うんですけれども、中田さんが2位、立花さんが4位と、これどうですか、中田さん、女流王冠の決勝はどのぐらいぶりになるんですか、もし乗ったら。どうなんでしょうね、3年ぶりぐらいですかね。4期で取って5期はそのまま出れるじゃないですか、はい、決勝から。そっかそっか、そうですね、でそこで負けてからずっとプレーオフなんで、そっか、6期7期はプレーオフで負けてるんで、はい、やっぱ1位通過しないと、もう厳しいんですよプレーオフって、はい、有利なんですよやっぱり1位通過が。そうですね、そう、だからもう今のうちに、はい、ね、1位通過狙っといた方が、ということは、まあ、安定した成績よりも突き抜けるような成績目指していくと
まあ、今魚谷プロがちょっと離れちゃってますけど、そうですね、ちょっとすごすぎますね、はい、去年から前に1位が有利ですね、そう、あの2日間で変わって、そうなんですよ、2日間で配信になったんで、先の人はポイントはもう確定している状態でのプレーオフに、はいはいはい、そうですね、優勝順位は先にやんなきゃいけないんで、条件が分からないんですよね、で去年と1357が後と、そう、同じシステムだと、うん、2位だったら下手したら3位の方が良かった、そうなんですよ、場合はポイントが近い場合は、そういったところも、だからもうユーミンを ね、多分同卓この後いつかあると思うんで、はい、8月とかを、あ、来月は、中田さん、中田さんじゃない、立花さんが8月ですね、8月27日に大谷さんと同卓と、あら、これだけ前でどうやって戦えば、中田さんはもう同卓ないですね、大谷さん、もって1回もしてないですよ、1回もしてないんだ、はい、本当ですか、本当ですね、しないってことあるんですね、しないんですか、20人は1回は当たるんじゃないかなと思うんですけど、中田さんはそうですね、なさそう、中田さん、でも2人ともプレーオフに残したらまたそこ2分の1当たります、そうですね、そこ直対ですからね、4分の1、今、はい、プレーオフのシステム知りたい、教えてっていう意見が、女流王家の A リーグは全6節を行って、今、出てますね、緑色の枠の中にいる8人、上位8人が、6節を終わった時点の上位8人がプレーオフに進出と、プレーオフは、また4回戦を行って、うん、さらに、ポイント持ち越しですね、その中でプレーオフを終えて上位3人が、女流王家決定戦に進出するというシステムになっておりますので、まあ、上位8人は全7節を行うということですね、プレーオフが準決勝みたいな感覚で、はい、8人中3人っていう、そうですね、ポイント持ち越しで8人中3人が決定戦に進出と、はい、今年から、去年までは全5節プラスプレーオフだったんですが、今年から全6節プラスプレーオフということで1節増えておりますね、はい、それでは、お時間もそろそろなくなってきたので、中田さんと立花さんじゃあ一言ずつ、視聴者の皆さんに向かって、メッセージいただきたいと思います、おっと、はい、はいはい、どちらから、じゃあ、立花さんからお願いします、はい、初めての A リーグで結構多分、まあ今日は本当に本当にもう運だけで勝ったって感じなんで、本当に腕はかなり未熟なんで、本当皆さんもきっと見ててイライラしたと思うんですけど、ちょっと次は頑張るんで応援お願いします、はい、ありがとうございます、じゃあ中田さんお願いします、はい、最近活躍全くできずに応援してくれてる人にはすごい申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、徐々に自分の考えてることを、形にできるようになってきたかなと思ってるんで、これからの中田に期待してください、はい、これからの中田に期待したいと思いますはい、というわけで、本日は、長時間のご視聴ありがとうございました、東プロの解説ありがとうございました、はい、それではそろそろお時間となりましたので、この辺りで失礼します、ご視聴ありがとうございました。